はい、こんにちは、スクキワカメと申します。それでは今回から新しいアイワナということで、こちらですね、アイワナティルザガイ遊んでいきたいと思います。いや、本当にお待たせしました。たくさんの方からね、このアイワナリクエストいただいてたんですけれども、タイトルにね、ティルってついてるんで、もう難しいアイワナのイメージしかなくて、なかなか手を出せずにいたんですけれども、まあ今回勇気を出してね、遊んでいこうと思います。で、なんか結構ね、クオリティが高いアイワナらしくて、でまあこの前にね、このタイトル画面の前にオープニングがあったんですけど、まあ多分長くなっちゃうと思うんでカットしてると思うんですけど、すんごいね、そのオープニングもハイクオリティでして、思わずね、見とれてたらなんか死んだんですけど、まあ気になる方はぜひ見てみてください。まあそんなアイワナキルザガイですね。じゃあ早速遊んでいきましょう。で、ニューゲームとかっていうのは、これはコントローラーじゃなくてマウスですね。じゃあマウスで、ニューゲームと。で、チャプター1。すごいね、こういう感じなんだ。で、隠しアイテムがありそうだな。で、ゼロデスって、ここにデス数が出てしまうのか。で、なかなか始まらないのは、なんかボタンを押さないとダメか。はあ。さあ、いよいよじゃあスタートですね。どんな感じなんだろう。はあ。あ、Z がジャンプだ。あ、で、バスターが違う。あ、じゃあちょっと、後でコントローラー設定変えないとダメだな。はあ。まあ最初はね、多分チュートリアル的な罠とかは、ん?セーブ、あ、あ、触れるタイプですね。罠はないのかな?え、なんか操作性がいつもとちょっと違うな。え、なんか難しい。うわっなんだこの感覚。なんか重力変化みたいな。なんかジャンプ早くない?え、で、罠は大丈夫?これ、飛んだりはしない。しないね。はい。はい。待って、まあ、最初のうちはちょっとサクサクいきたい。で、これはまあ、このビリビリに触れるなよっていうことをですね。はい。はい。レーザー何がしって書いてあるな。で、はい。なあ、当たんのそれ。ほんとね、下手くそなんすよね。はい。でもほんとこの操作性ちょっと慣れないと、あ、パピーんとこだな。Press Escape to Open Close Menu。は、あ、ほんとだ。すごい。で、デス数もまた出ちゃうし、マップ、ステータス、マップ、あ、マップだとここに戻ってきちゃう感じですね。なるほど。他のは、ここでも見れんのかな。ステータスは、はぁ、ちょっと何言ってるかわかんないな。まあいいや。メニューも使えると。いや、ちょっと、いや、大丈夫?あ、なんだ、正規のルートをですね。こっからスタートって感じなのかな。まあ行って、いや、もう、いきなりだな。なるほど、下手に動かないで、ちょっと待ってよ。あ、合う。そうなんのか。はあ、あ、で、また伸びたってことは、これ、急いで行った方がいいのかな。ま、急いで行くパターンで、こんで今のうちに行く。はい、伸びんなよ、まだ。おって、あぶね。はい。え?これは?え?ちょ、待って待って待って、針が動くの。ん?どうすんのこれ。あ、う、え?これ、下向いてんのは当たり判定がないのか。で、あ、そういう感じね。なるほど。はい。で、こう。あ、う。ここも同じ感じですね。あそこ落とす針をくぼみのところにしないといけなくなっちゃうから、こういうことですよね。オッケー。で、やべ、ちょっと待ってよ。あいつ、あそいつ上がんの。ここまではオッケー。で、こいつ、避けられるか。オッケー。はい。よっしゃ、やっといった。で、またこいつが上がるか。はいはい。え?あ、左ですね。で、多分あの、でっかい針が、降りるんじゃないかな。あ、やっぱそうですね。はあ。あ、ちょっと待ってよ。なるほど、こういう感じになるのか。はいはい。で、セーブが。
オッケー。で、こいつに今度、お前はまた上がんのか。え？上がり上がるからこう。で、あ、そうなってんのか、くっそもうちょい急がないとダメそうだな、これ。はい。で、いけ！オッケー！はい。ん？あ、ちょっと待ってよ。え、待って待って待って！いけないって！あはは！むずくない？ここ！右のやつ待たないで、スーッと降りてっちゃった方がいいかな。これでだいぶ時短に。おっしゃ！で、どっちが、こっち正解だよ、クソ！メメスがいますね。いつもうるさいのに静かだったな、メメス。はい。で、右が正解と。で、また、はいはい。こういう感じね。ちょっと待ってよ。大丈夫？死なない？おっしゃ！いったでござる。で、あ、コインがありますね。あれを、にゃー結構忙しいな、この合罠。マジか。強行突破できなさそうだから、こう。あう、ちょっと待って、行ってしまえ。いや、危ね、いや真ん中に出てくんのか、今度。あれに乗る感じですかね。覚えゲーだな。ほんで真ん中の後、どこに出てくんだろう。ほんで引き返して、こうでしょ。どこに、ちょっと待ってよ。いやそっちかよ、くそ。今度は左端と。ほんで、真ん中。で、次、左端。はい。次は？どこ？あ、ラッキー！うわ、ちょっと待って！え、うわ、右が空いてたな。解き明かしていくしかない。で、今度、左。はい。で、真ん中あたり、どこでもいい。で、ここ。で、今度、右が空いてた。次は？おい！あ、なるほど。そんで、右に行けばいい感じかな。終わりですかね。今回で決める。はい。で、ここ。で、開くからこれで、あはは先が思いやられるな、今回。はい。で、引き返して真ん中。で、左。で、真ん中。左と真ん中のここ。で、ここ。はい。行ってしまえ！おっしゃ、やっと行ったよ。で、なんかボスっぽいな。で、あれ、あはは、もう、まあ、まだ時間あるんで、やっちゃいますか、これ。パックマンですね。最初のボスだし、そんなに強くないことを信じて。ちょっと待ってよ。はい。あ、逃げましたね。あー、なんか嫌な予感。あ、そういう感じね。はいはい。よく見、あ、危ね。ちょっと、なあ、もう戻ってくんのか。素直に持ち越すべきだったかな、これ。で、パターンはでも固定だから、これを避けた後だな。なんかおばきゅうたちが出てくるから、やべ、あぶね。で、こう、よしよし。でっかくな、あうね、でっかくなったな、的が。はい。ちょっと待って、やべ、床がなくなる。ちょっと、やべ。で、なんか色がどんどん濃くなってんな。あ、で、またこれか。繰り返しっぽいけど、ってことは待って、またおばきゅうが来る。にゃあくそあれ、真ん中の方がいいのかな、おばきゅうやり過ごすの。まあ、今度おばきゅうは真ん中で避ける作戦で行ってみましょう。はい。これ色濃くなってんのは何なんだろうな。赤くなったりすんのかな。はい。オッケー。で、待ってよ。こう。あぶね。いいね。端っこで避けるより全然楽だな。で、これに当たんなよ。はい。すごい濃くなってる。あぶね。やべ。ちょっと。これが怖いな。オッケー。で、また、これを避けたらおばきゅうだから、いつでも真ん中に行けるようにはしておくと。はい。オッケー。で、真ん中で避ける。すんごい色濃い、もう。赤くなんのかな？真っ赤に。やべ！
ちょっと待って、どうした、これは乗っていいやつ。あ、おっしゃ、なんとか倒すことができました。まあ一面のボスなんでそんなに強くはなかったんですけど、まだこのステージなんか続きそうなんで、今回このぐらいにして次回ですね、またここから先を進めていきたいと思います。というわけでここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。